皆さんこんにちは。今回の動画は車中泊に欠かせないアイテム、バックドアストッパーの紹介です。バックドアストッパーは車内の換気に最高のアイテムですが、長さ調整のできないものでも1000円程度します。今回は5点の部品を組み立てることで簡単に長さ調整のできるバックドアストッパーを作ることができるので紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。最初の部品は水元機械製作所さんの水元ステンレスネットフックB 2256、材質はステンレス鋼です。全長は 115mm、 幅は 40mm、 内幅は 30mm、幅は 18mm、 調節のネジサイズは 6mm、 調節量は 52mm、 購入金額は税込み598円。次は調節用の長ナットです。ハントユニクロ長ナット 6×30.01747 グレー、外径は六角形です。全長は 30mm、中心には 6mm のタップ加工がされています。購入金額は税込み86円。次はマルカンボルト 6mm×50 です。全長は 75mm、 幅は 25mm、 内径は 15mm、 使用荷重は 15kg 重、購入金額は税込み96円。その他、リアーバンパー傷保護用にシリコーンチューブ 100mm95円、体幹チューブ 200mm30円を購入しました。それでは組み立てていきます。ネットフックのナットを外し、内径にネジが加工されているワッシャーを外します。六角ナットは元に戻します。長ナットを組み立てます。半分の 15mm 程度入れるのが良いでしょう。次にマルカンボルトを組み立てます。これで完成です。190mm から 210mm まで長さを調節することができます。次はバンパー傷を防止するために体幹チューブ 6×9 を取り付けます。少し硬いですが頑張って押し込んでいきます。
適当な長さで切ります。そして最後は力任せに奥まで入れてしまいます。ネジ部分にも体幹チューブを入れます。シリコーンチューブを入れます。マルカンボルトにも体幹チューブ挿入し、お好みの長さに調整して完成です。いい感じにバックドアストッパーができました。金額発表。ネットフック598円、マルカンボルト69円、長ナット86円、体幹チューブ30円、シリコーンチューブ95円、合計878円。おまけ。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。